港町の多くは海と山が近い。グラバン園より本項目では日本の港町について解説する。日本の港町の起源はよくわかっていない。青森県にある縄文時代の三内丸山遺跡を港町とする有力な見解がある。このことから日本の港町は縄文時代まで遡るとも考えられる。弥生時代には中国王朝との交易の記録があり、 中国との交易及び和国における交易のため列島各地に港町が形成されたとみられる。行き島にある春の辻遺跡は弥生期の港町やととされている。日本初期には仁徳天皇が河内平野を開発し難波を外交、旧都として整備したことが記されている。古墳時代以降、北部九州と機内を結ぶ瀬戸内海が 和国の重要な交通路となり、沿岸には多くの港町が形成された。平安時代末期には平野清盛が整備した博多袖港大林電白が日葬貿易の拠点となり、都の福原系も計画された。室町時代になると列島内の交易が活発化し、特に水上交通が栄え、それに伴い港町も繁栄した。 例えば、兵庫津の年間入港席数は数千に上り、他の瀬戸内海の港もその数に迫った。なお、同時期のヨーロッパを代表する、ハンザ同盟の港湾都市リューベックの年間入港は、数百席にとどまっている。江戸時代に入っても、東ズマる海運、西巡る海運などの水上交通が整備され、その中継点として、各地の港町は繁栄し続けた。 しかし1858年に締結された日米修好通商条約により、函館、横浜、新潟、神戸、長崎の五港が開港し、日本国外との貿易が始まった。明治時代を迎えると、横浜や函館、小樽などの港町が急速に発展した。兵骨、大林電覇の歴史を継承する神戸は、明治中期から平成初期までの100年間、 東洋最大の貿易港を有して繁栄した。しかし、昭和中期の高度経済成長期以降、鉄道や自動車などの陸上交通が発展したために、国内物流としての水上交通の地位が相対的に低下し、錆びれる港町が増えていった。日本では国際拠点港湾、高速補上の特定港重要港湾スーパー、中枢港湾地方港湾、指定区間、 中枢国際港湾、中核国際港湾、となっている。日本の港湾一覧日本の、漁港一覧三章瀬戸内海の港町、津川江戸木明治にかけて、合図における越後からの物流や人の往来で、賑わった阿賀野川水運の中心地。ありがとうございます。